最高の月曜日。どうもアドリーハイです。本日もよろしくお願いします。ということで、中日ドラゴンズ、今ドラゴンズ絶賛強いわけですけども、生まれ変わったね、2024年中日ドラゴンズが動き出したわけですけども、今日はね、撮影時点なんですけど月曜日ということで、まあ移動日ね、試合がないんですけども、ドラゴンズが強すぎるからね、もう動画を出さずにはいられないとね、月曜日動画出さなかったらどうなっちゃうんだいと、強いもうドラゴンズを伝えたいというところで、明日火曜日からカースイハマスタ2連戦、天敵横浜ベイスターズの徹底分析をねしていこうかなと思っております。まあ、もしねこのね試合始まる前の徹底分析シリーズ、月曜日とか、まあ、あと今週はね木曜日ぽっかり試合がないんで、阪神戦で週末続きますけど、もしそういうの見たいよっていう方は高評価チャンネル登録でねしていただければ、アウトリーハイのモチベーションも上がるのでよろしくお願いします。ということで、まあ、今日はねベイスターズを見ていくわけですけれども、その前にね、先週中間ドラゴンズとしてですね、現在中日ドラゴンズ2位です。2位、貯金2です。素晴らしいね。1位ベイスターズとゲーム差 0.5。 ね、明日から首位攻防戦ですよ。首位攻防戦、生まれて初めて聞いたわっていうね、自分の推しの球団がっていう、もう大げさ抜きで、本当に幸せなら手を叩こう、叩きましょう本当にっていうところで、テンション分かんなくなっちゃってるんだけども、うん、5勝3敗1分けということでね、開幕9試合して勝ち越してるのは9年ぶりらしいです。まあ、何年ぶりっていうワードがね、まあ、今までドラゴンズ裏を返せばよかったかもしんないけど、今年生まれ変わってるよというところで、うん、素晴らしいわね。まず先週はね、6試合やってフォアボールが5つしか出してない。1試合1個出してるか出してないか、フォアボールを出していません。そして失策がゼロ。ね、まあ、ちょっと開幕してドタバタあったけども、まあ、ショートのロリゲスとかいろいろ問題はあるにしてもですよ、セカンド田中美希の存在含めて、サード周平、ファースト中田、内野ガチガチっていうとこで、やっぱ当たり前のことをね、まあ、難しいんですけど、しっかりやれてる。こういうことを守り勝つ野球の原石、土台がしっかりしてるから、こういうドラゴンズ強い野球ができてるんじゃないかなと。うん。ね、5勝1敗、週間6試合5勝1敗に乗り切ったのは、2020年の4年ぶりということでね、まあ、4年前のことを忘れてますわっていうことで、本当に輝かしい成績が出てるんですけども、まあ、ただ、ここ近年、ドラゴンズが一番苦しめられてる球団といったら、明日から戦う天敵、横浜ベイスターズということでね、もうスターマンも本当にもうベイスターズ戦、ドラゴンズ戦の時だけ可愛い顔じゃなくて、もうなんかね、スキャリーみたいな、もう本当に竜のドアラ食っちゃうよみたいな顔してると思うんですけども、こんなニコニコした表情じゃないよっていうね、可愛い顔してめちゃくちゃ食べ尽くしてんじゃないかと思っちゃいますけども、うんね、去年ベイスターズ、で、ドラゴンズ戦、対ドラゴンズね、ドラゴンズはベイスターズに対して8勝16敗、借金8、ね。もうベイスターズでほぼほぼ借金作っとるやないかっていうね、もう感じですけども。で、対中日に関してはね、ベイスターズピッチャー陣防御率 1.70、点が取れねえと。うん。一試合2点取れたらいい方だねって、まあ、それは負けますわなっていう。ベイスターズのピッチャーみんな苦手だもんね。ね。総得点も50得点98失点、マイナス48ということで、まあそれはマイナス48してたら勝てるわけねえわなっていうことでね、まあある程度ベイスターズのピッチャーから打っていかないと、ドラゴンズのピッチャーがいくらいいと言ってもね、勝負にならないというところで、点取っていかなきゃあかんというところなんですけどもね、今週はね、ハマスタ2連戦火曜日がね、小笠原投手、ベイスターズがジャクソンと言われてますね。まあ、ジャクソン投手ね、まあ、髪がね、長くてね、西武の今井投手とはもう見分けつかないですけども、うんね、数年前、去年いたドラゴンズの点滴ガゼルマンさんとなんか見た目似てるから、ガゼルマンの生まれ変わり、うん、転生ものの今流行ってるけど、ガゼルマンの生まれ変わりかっていう感じですけどもね、見た目が変わってないわなっていうところで、ジャクソン選手27歳190センチ95キロと、まあ、長身なんですけども、前回4月2日阪神戦に投げてね、防御率 1.50 ね、うん、しっかり1勝を取ってるとね、5奪三振1失点というところで、試合しっかり作って勝ってますわと。最高球速158キロ、まっすぐね、速いと思います。力あるし、ドラゴンズ打線がね、速いストレートが苦手と言われてますから、まあ、なかなかね、ここ苦労しそうかなっていうところなんですけど、まあ、隙をつくとすればね、3つフォアボール出していくということで、まあ、フォアボールを出しながら、ちょっとランナーを置きながらね、相手ピッチャーにこう、プレッシャーかけていきたいなっていうところはあるんですけども、割かしフォームはね、綺麗なフォーム、オーソドックスなフォームかなっていうところなんですけども、あとはチェンジアップね、まあ、落差のあるチェンジアップ、まあ、ここはね、タイミング抜かれながら空振り、結構球速差があるんじゃねえかなっていうね、とこありますね。まあ、昨年メジャーでね、7試合投げて19、7先発して19試合投げてね、61回と3分の1回投げて防御率 4.99 ということで、まあ、ベイスターズからしたらね、まあ、バウアー投手ね、もう分かんないですけど、このジャクソン投手の活躍っていうのはね、必ず必要ですから、まあ、ドラゴンズがそのジャクソンを打ち砕いていけばね、ベイスターズもね、今首位ですけど、うん、出花もくじけるかなというところで、まあ、小笠原投手もね、まあね、前回ね、あのバンテリンドームで、うん、いいピッチングしましたからね、まあ、今回もしっかりとね、まあ、ちょっと3点取られた
取られましたけど、その後はしっかり抑えて、でも今ドラゴンズのピッチャーみんないいから、みんないいから、うん、みんな試合作ってるから、小笠原投手は大丈夫でしょうと。そして水曜日ね、松葉 VS 小園投手ということで、まあ、松葉投手はね、まあ、3試合ファーム2軍ですけど、防御率 0.56 ということで、2勝してます。しかもね、7回投げれますから、5回定時じゃないんですよ。7回投げれます。今年の定時は7回です。これベイスターズファンの方は今日覚えて帰ってくださいということで、そしてね、小園投手はね、うん、まあ、これ初登板ですけども、1軍でね、オープン戦は3試合投げて、防御率 2.25。で、4月ね、イースターで投げてね、試合、日ハム戦5回0失点ということで、試合作ってきてますけども、まあ、2022年ドラフト1位、満を持してね、ドラフト1位の高卒ピッチャーが来ると、台湾リーグオフにはね、2勝0敗、防御率 1.42、結果残してきてますというところでね、まあ、投げてみないとわからないですけど、まあ、やっぱりベイスターズ、今永投手、バウアー投手いなくなっても、こうやって、小園投手とか若いピッチャーのチャンス、こういう若いピッチャーがまたものにすると、ね、ベイスターズをぐーっとね、勢い増してくるかなというところなんですけども、まあ、ピッチャーはこんな感じね。で、中継陣見てもね、上茶谷選手が防御率 0.00、山崎康明投手もね、3セーブ上げて防御率 0.00、で、石川投手、左の石川投手、防御率 0.00、で、松本投手、名城大学ね、ドラゴンズ欲しかったけど、防御率 0.00、徳山投手も防御率 0.00、00のピッチャーがね、中継ぎ多いということで、で、ウェンデルケンも、まあ、防御率 2.25、打たれてはいますけども、ちょっと打たれてますけども、東京ドームだったから、奪三振率が 11.25、三振を取れますと。で、伊勢投手がね、ちょっと 3.00 ということで、打たれてるのかなっていうところですけど、あと、抑えもね、山崎康明投手なのか、森原投手なのか、日替わりというかね、変わるっていうところ、やっぱ、この、絶対的にカチッとハマってない、どっちかわからんよっていうところはね、ちょっと、隙があると思うので、ここはついていきたいところですね。森原投手も、防御率 3.00 ですから、東京ドームでちょっとね、牧選手がダイビングキャッチで抑えましたけど、うん。まあ、森原投手の方がチャンスあるのかなっていう、ベイスターズファンの方は、やっぱ山崎康明投手か森原投手、どっちの方が抑えになってほしいのかね、コメントね、書いてほしいと思います。ということで、最後ね、打線を見ていくんですけども、うん。一番バッター、渡来選手。まあ、今年のベイスターズの顔といえばね、渡来選手ですけどもね、打率、ここまで2割3分7厘、2ホーマー6打点、もう開幕の出だしが素晴らしかった。2試合連続ホームランから、まぐれで打てるようなもんじゃないからね、1盗塁もしてというところで。で、しかもね、対左に関してはね、25分の8で3割2分、対右が0割7分7厘ということで、まあ、今回ドラゴンズ、小笠原松葉ですから、左ですから、これちょっとやばいなと。うん、2人とも左っていうのは要警戒です。で、ランナーなしの時は1割7分9厘なんですけども、1塁に置くとね4割、1、2塁に行くと5割、3塁に置くと10割ということで、まあ母数はまだ少ないですけど、試合始まってランナーが出ると打つということでね、まあ、1番バッター塁に出るイメージですけど、得点圏で1番渡り回しても怖いよっていうのはね、これねお伝えしておきます。そして今年ねいるのが2番オースティンということで、去年まではいなかったけど今年はいますよとね、いれば怖いわなというところで、まあ去年外もドラゴンズ戦嫌なイメージですけど、オースティンがいますわなと。2割6分5厘、1ホーマー2打点ということで、対右はね3割3分3厘、対左が1割ということで、まあ、逆にオースティンは左の方をね、まあ、苦手にしてるというところで、まあ、ドラゴンズにはチャンスあるんじゃねえかなというところですけどもね。まあ、オースティンはね、もう試合出てれば怖いですから、一発ありますから、2番オースティン。まあ、怖えわなというね、オースティン。お願いだから静かにしてねというところですけども。そして3番、田野選手。まあ、ここが一番今ベイスターズの中で打ってないかなというところで、2割6厘と、まあ、0ホーマー2打点ですけども。ただ、ランナーが1塁いるときはね、4割、10打数の4安打ということで、まあ、ワンアウト1塁とかで3番佐野回すとね、意外にこれ、危険なんじゃねえかなっていうところはありますけども、対右がね1割6、対左が3割3分3厘ということで、まあ、左の方が打っとるというところで、まあ、この佐野選手をね乗せちゃうとベイスターズまたこれ活気づいてくるから、なんとか佐野選手はもうずーっとねもうドラゴンズ戦は眠ってもらったままで、逆にこの佐野選手が打ち始めたらもう手つけられなくなるよっていうね感じはしますね。そして4番牧ね、2割9分7厘、0ホーマー1打点、ホームランこそ出てないですけど率は残してますということで、むしろここまで長打が出てないのもね、そろそろ打ちそうで不気味ですけども、しかも1盗塁してるんですよね、牧選手。うん、戸郷選手の試合でね走って勝ってますから、牧選手ワンチャン走るかもよ、これはね要注意ですね。うん、で、対右は3割5分7厘かな、対左がね1割1分1厘ということで、右の方が打ってますけど、まあ、牧選手に関してはもう右左関係ねえっていうかね、大事なところで打つ4番ですから、まあ、ランナー置いてね牧選手になるべく回さないことをねもう願ったり叶ったりですよ。そしてこう5番、一番山の峠てっぺんかな、宮崎選手ね、おー3割4分5厘、もういつも打ってるね、いつ見ても打ってるね。もういつ見ても打ってる。打ってない時がないんじゃねえかっていうぐらいね。うん、5打点上げて。ね、ランナーなしの時は2割1分4厘なんだけど、1塁の時が4割1分9厘、1、2塁が5割、満塁が5割、1、3塁5割、2塁5割ということで、もうとにかくランナーいたら打ちますよと。
ランナーいて回したらジエンドですかっていうね、もう宮崎選手怖いよね。対右3割6分4厘、対左2割8分6厘、もう左右関係ない。もうね、ちょっとこの間巨人戦ラストの試合お休みしてましたけど、まあね、今回2試合なんで2試合とも出てくる気しますけど、よかったらね、1試合だけ小休憩でもね、ね、ドラゴンズの美味しいね、ウイローとかありますから、1試合だけね、お休みしていただいてもね、構わないんですけどね、っていうところなんですけども。で、6番ね、ここもすごかったわ。関根選手ね、うん、中京大中京だったっけな。東邦だったっけ、東邦高校かな。4割4分ということで、もうバグってるよね、関根選手ね。3打点1盗塁ということで、右は4割4分4厘、左は4割2分9厘、関係ない。ね、まあ、銀猫さん、僕の大好きな銀猫さんね、関根オリジナルっつって、ランナー出ると、時たまね、なんかちょっとはっちゃけちゃってっていうとこありますから、まあ、特に今年ドラゴンズね、二塁牽制、ドノーウェコーチの発言もあって増えてますから、うん、オープン戦公式戦もずっと増えてますから、ワンチャンね、関根選手二塁いる時に牽制したら、ドラゴンズチャンスあるかもしれないっていうとこだけはね、ちょっと頭の片隅にね、覚えておいてはいいかもしれません。そして、7番キャッチャー、山本選手ということで、こちら打率2割8分6厘。まあ、ね、打てるキャッチャーですよ、3打点というとこでね、うん、京セラドームの ライト、右中間真っ二つの3点走者一掃のタイムリーもね、えぐかったですけども、まあ、打てるキャッチャー、しかもね、山本選手、打てるキャッチャー言いますけど、肩いいの、肩。阪神の1番近本、2番中野、盗塁封じて黙らせてたけど、走れんよ、なかなか山本選手。打てる打てる言うけどね、肩もいいから、スローイングも。ちょっとこれ、盗塁って意味ではドラゴンズ封じられそうでね、嫌な予感はしますね。うん。あとはね、松尾志音選手とかルーキーのキャッチャーも打てるキャッチャーもいますからね。あと伊藤選手もいますし、結構キャッチャー分厚いなと。で、8番はね、まあ、林選手守備型なのか攻撃型の石上選手かなのかっていうところですが、アウトローに入ってきて石上選手ね、2割5分9厘2打点ということで、まあ、ランナーなしは1割5分4厘なんですけども、1塁ね行くと4割2分9厘、1、2塁行くと3割3分3厘、2塁行くと5割ということで、ランナー出たら打てますよと。うん、8番に石上がいるのもね、これ嫌だなっていうね。渡来石上、このルーキー2人を乗せちゃうとね、もうベイスターズイケイケどんどんなっちゃうから抑えなきゃいけないよというところですね。で、まあ、あとはね、ベンチに桑原選手、まあ、ドラゴンズキラーね、いつもジャンピングキャッチ、ジャンプしたら飛んでるよってイメージあります。ボール取ってるよってイメージありますけど、あとはね、ハイタッチ2期の楠本選手ね、初めてハイタッチした楠本選手ですけども、3打数1安打代打でね、結果残してますから、まあ、控えもいますと。あと梶原選手とか若い選手もいるということで、まあ、ベイスターズ戦ね、もう本当にね、もう去年だけじゃなくて一昨年までずっと苦しめられてるから、ベイスターズにこんだけ負けてなかったらドラゴンズ優に3位いけるよっていうところですけど、まあ、今年のドラゴンズはもう生まれ変わってますから、中日銀行はもう閉幕しました。シャットアウトしましたから、もうね、今度はドラゴンズがベイスターズから借りまくるね。うん、こっちがもうお金、もう取り返しに行くね。うん、時期来ましたから、まあ、今年のベイスターズの皆さん、申し訳ないですけども、去年までのドラゴンズとは違うのでね、本当によろしくお願いします。守備いいし、ピッチャーいいし、点もね、ある程度普通にね、点取れるようになってきてるんで、うん、もうね、ドラゴンズ、はい、勝つんで、もうね、ベイスターズファンの方ね、もう本当にね、2試合ね、よろしくお願いします。明日ね、天気予報は雨ですけども、アウトレハイ現地観戦、まだ現地ね、1敗1分け、神宮で勝ってませんから、明日ハマスタ行って勝ってこようと思ってます。まあね、スコアボードにてるてる坊主とね、太陽の絵描いたんで、まあね、絵が下手、うまい、皆さんコメントお待ちしてますけども、きっと晴れるはずなんでね、昨日ね、動画で雨乞いって言っちゃったけど、雨乞いは雨を降ってほしいっていう意味だったんで、ちょっとここは訂正させていただいてね、てるてる坊主描いたということで、きっと明日もね、天気なんとか持って試合いけると思うのでね、明日の現地、ね、勝利動画ね、皆さんね、お待ちしていただいて、ね、楽しみにしていてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入お待ちしております。それではまた明日の勝利の動画でお会いしましょう。またね。もし今日みたいな動画ね、好評だったら、木曜日も時間があったらね、週末の阪神戦分析したいと思います。